こんにちは。今日もミュージックミニストリーの時間がやってまいりました。今日はヨハン・セバスチャン・バッハのオルガン小曲集から Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ。 日本語では主イエスよ、私はあなたを呼ぶ。オルガン曲ですけれども、これをピアノに編曲して演奏します。そしてこの音楽を通して聖書に心を向けていくことができればと思っております。誠に神はご自身の民、心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。これは詩編の73編にある言葉です。私たちはこの地上の生涯を生きていく中で、時として大変な試練に出会ったり、また非常に大きな痛みを感じること、経験することがあるのではないでしょうか。私はかつて、牧師をしておりますけれども、
教会の方々のいろんな痛みや悩みを取りなして祈っている中で、だん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 自分自身もその痛みや重荷がずしんと答えるようになってきたんでしょうかね。神様、どうしてこんなことが起こるんでしょうか。なぜあなたはまだ私たちの中から痛みや悲しみを取り去ってくださらないんでしょうかと、深い落ち込みを経験したことがありました。先ほど演奏しましたヨハン・セバスチャン・バッハの主イエスよ、私はあなたを呼ぶ、もともとこの曲を作った、この曲の歌詞ですね、歌があるんですけれども、歌詞を作った詩人はこう胸を叩きながら、主イエスよ、私がこの試練の中でどうかあなたを見失って、またさまざまな不道徳な中に落ちてしまうことがないように、あなたご自身の道から外れることがないように、どうか守っていてください、そんな祈りを重ねていくんですよね。ちょうど今弾きましたけれども、この低音のところですね、低い音で胸を叩きながら、神様、どうか私の思いを知ってください、私の痛みをどうか知ってくださいというふうに祈っている姿を、ヨハン・セバスチャン・バッハはその詩人に共感して、綴ったんですよね。私は神様というと、いつも私の思い通りに助けてくださる、すぐに奇跡を行ってでも私を痛みから救い出してくださる方だと、どこかで期待するところがありました。ただ不思議なんですよね。神様は私の人生において、すぐパッと手を差し伸べてくださる時もあるんだけれども、おそらく私の人生のストーリーをものすごく尊んでくださってるんだろうなと思うんです。一瞬にして何か素晴らしい御業によって状況を変えるというよりも、その痛みの中で、あるいは苦しみの中で、私はあなたと同じ経験をしているよ、私はあなたのことを深く理解しようとしているよというふうに語ってくださるのが神様ご自身なんだな、そんなことをですね、思うことが最近増えてまいりました。私はこの曲を以前ある演奏会で演奏したんですよね。そうしましたら、何かこう優しい声が心の中に響いてきたような気がしたんです。我が子よ、私があなたの痛みを知るに、十字架のあの死の苦しみ、死の痛みではまだ不十分だというか、もちろんそれは私自身が知り始めたイエス様ご自身の、語られるとしたらそういうことをおっしゃるだろうなっていう、それだけのことだったのかもしれませんけれども、でも神様、いつも私とそばにいて、私があなたの痛みを知るに、まだ十字架の死の苦しみでは不十分だというかと、いつも問い続けてくださっているように思えてならないんですよね。先ほどの詩編の73編の記者もそうなんです。本当に苦しい思いの中で、私はあなたの前で獣のようでしたという表現までするわけです。神様に噛みついたり、蹴飛ばしたり、引っかいたり、いろんなことをするんでしょうね。でも神様はそれをもうちゃんと受け止めてくださった、不思議な言葉なんですが、しかし私は絶えずあなたと共にいました。二通りに取れる言葉がここに記されています。二通りって言いますのは、第一にはですね、いろんな苦しみの中にあったけれども、私はでもあなたと一緒にいることを望んだんですよとも取れるんですよね。
で、私はもう一つの理解の方が正しいと思っているんです。いろんな苦しみの中で、もう私はあなたの前で取り乱して、心もむちゃくちゃになっていた。でも気がついてみたら、私はあなたのそばにずっと置いていただいてたんですね。まあ、あなたは私の右の手をしっかり捕まえられましたという言葉がその後に続きますから、私はそういった意味で、どんな試練の中にあっても、どんなに神様の前で取り乱していても、この方は私の右の手をしっかり掴んでいてくださるっていう、まあ、この詩編の記者はそれを明らかにしたんじゃないかな。私はこのことを本当にその通りだと思うんですよね。痛みや苦しみは確かに私たちに様々な神様に対する怒りさえももたらすことがあるのかもしれない。でも神様はじっと私たちの右の手をしっかり掴んでいてくださって、あなたはここにいなさい、私がいるから、私が一緒にいるから大丈夫だよ、まあ、そんなふうに言ってくださってるんだろうなと思うんですよね。新約聖書のヘブル人の手紙の中にこういう、まあ、言葉があるんですね。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちの大祭司イエス様のことですよね。私たちの弱さに同情できない方ではありませんと、ここには記されています。私は直感的に同情っていう言葉は、なんか上から情けをかけられるような、ちょっとかけられる私の方がですね、惨めな気がするっていうんで、あんまりこう好きじゃないな、そんな言葉に思ってたんですよね。でもその言葉の意味を深く調べていって分かったこと、驚きました。この同情という言葉、もともとの言葉は、徹底的に私と同じ経験をしようとされた、徹底的に同じ経験をしようとしてくださった、まあ、イエス様ご自身のそういうお姿を表す言葉だったということが分かってきたんですよね。私たちの大祭司イエス・キリストは、実は私たちがどんな経験をしようとも、そばにいて全く同じ経験をしながら、私たちに対して誠の神として憐れみを深くかけていてくださる、守ってくださる、そして最善を尽くしてくださる、そして最後にはその試練の終わりをちゃんと設けていてくださって、私たちが神様からこんなに愛されているんだ、こんなに神様から豊かに慕われているんだ、知らせていただく時が来る。私はそういった意味で、今すぐに痛みや苦しみが取り去れる、やっぱりそれ願いたいんですけれども、むしろ神が共にいらっしゃることを、もっともっと深く、どんな中でも神が一緒にいてくださることを知っていきたいな、そんなふうに願うようになった次第でありました。バッハも同じような経験したと思うんですよね。しかしやはり胸を叩きながら祈るときに、イエス様は共にいて、私たちの痛みをすべて分かろうとしてくださる。神様の平安が皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。